こんにちは、カナダ在住のエムタツです。作戦名ペンスカード、トラさんの司法省への指示ということでお話をしていきたいと思います。はい、でまず速報ですね。つい先ほどトラさんのツイートが、ありまして、日本語に訳すとですね、大規模な不正の後、強力、迅速、公平な特別顧問が直ちに必要ではないと言ってきた人に反対しているっていうふうに言ってるんですね。で、この選挙の不正に関しては綿密に調べられなければならないっていうふうに突然つぶやきましたので、これトラさんが P さんを指名したっていうことはまあ事実なんだなっていうふうに思いました。まあ、本人としてはそれが必要であると、ただし自分の周りにいる連中が反対しているんだけど、私はそれに対して反対していたっていうことのようですね。はい、ただこの話注意しないといけないのは、任命自体は司法長官がしないといけないので、トラさんが必要だからって言っても、この後ですね、今日バー司法長官が辞任します。でその後任を継ぐ、司法長官代行ですよね、あの方がちゃんと動くのかどうか、ジェフェリーさんがちゃんとそれに対して、トラさんの要望に応えてくれるかどうかっていうのはまだ未知数ですよね。なんかバー司法長官にだいぶ似たりよったりな人物だっていうふうにも言われているので、どうなるかまだ誰にもわかんないですね。とりあえずですね、トラさんはこんな風に必要としているような雰囲気のことをつぶやいていますので、まあ一つ楽しみにしておきたいなっていうふうに思っています。はい。で、次、本日1本目の動画の補足をしたいと思います。ちょっといろいろ動いたのでね。はい。で、まずですね、一本目の動画でこれ言いたかったのは、5593ページの予算案の中に、反乱法の制限に関しては盛り込まれていませんということです。はい。で、ちなみにコメントでね、PDF の検索機能を教えてくださった方、本当にありがとうございます。僕全く知らなくて、あんな便利な機能あるんですね。初めて知りました。はい。すいませんね。そういうの結構疎いもので。はい。とりあえずありがとうございます。はい。で、この5593ページの予算案の、コロナ、流行り病対策の予算案の中には含まれてなかったんですけど、2021年向けの国防権限法の法案内には入っているものなんですね。はい。なので、この反乱法の制限自体が全くの誤情報っていうわけではないので、そこだけご注意くださいね。ただこの国防権限法って、いわゆる多分国防予算を決めるための、大枠の一番大事な法律の法案だと思うんですが、まあ、これの中に入っていると。まあ、一応ね、潜り込まされてるっていう言い方も、これも正しいっちゃ正しいのかもしれませんね。ご覧いただいた方は分かるかと思いますが、この国防権限法のその法案って、その1ページの中に3行あるんですね。字もちっちゃいし、で、それが380ページぐらいあるんですよ。まあ、これはね、全部見るのはしんどいかなっていうふうに思うので、見落とした議員さんも多いのかもしれません。もしかしたらね。はい。で、とりあえずですね、この国防権限法の中に入ってて、で、12月11日までの間で、もう、下院でも、可決され、そして上院でも可決され、そして今現在、トラさんの手元にあるっていう状態なんですね。で、本日、トラさんがこの法案に対する拒否権を発動しました。大統領はですね、このように出てきた法案に対して拒否権を発動する権利があるんですね。で、これも要は予算案の一つになっているはずですので、この拒否権が発動されたことによって、今現在その予算案が中ブラリンの状態になってて、なんか政府が閉鎖になる可能性があるみたいな話が出てるっぽいんですよね。はい。まあ、そのあたりはもうこの後うまく議会の人たち頑張ってくれっていう話なんですが、まあ、拒否された理由もですね、ちゃんとホワイトハウスの声明として発表されてまして、まあ、内容が本当にめちゃくちゃだと。今まで自分たちがやってきた4年間の、ことと完全に矛盾する内容が盛り込まれまくってるから、こんなものは到底受け入れられないと。なので、また下院にまずは突き返すっていう風に結論を出していますね。はい。で、この拒否権が発動された後の動きになるんですが、まず、下院に送られます。で、下院で3分の2以上の再可決で、次上院に送られます。そこでも3分の2以上の再可決がされると、もう大統領を通すことなく成立します。今現在の段階、この法案が1回目通った時っていうのは、その3分の2以上は、賛成に回っていたんですね。なので、まあ、これは、ここからトラさんの腕の見せ所ですね。腕の見せ所かなというふうに思います。ひとまずホワイトハウス経由でですね、声明を発表しています。はい。まあ、動いてほしいですよね。さすがに、
別にその反乱法を使ってくれっていうそういう話ではないんですが、まあ一つでもね、そういう目を潰されたくはないなっていうふうに思いますので、まあそのあ、このあたりはなんとかうまく議会が動いてほしいなと。おそらく、ちょっとこれ専門家じゃないんでわかんないんですが、もう一回そのまま法案を成立させようとするのか、それとも、何かしらの修正をして、その上で、再可決に踏み切るのか、このあたりはちょっとわからないんですが、ひとまずこの反乱法に関するところですよね。そこを結構僕ら一般市民は気にしているので、このあたり、ちょっと議員さんの人たちにはね、いろいろ情報を出してほしいなっていうふうに思いますね。はい。ということで、この補足で言いたいのは、この反乱法の制限に関しては、5593ページのバカみたいに分厚い予算案の中にぶっ込まれてたっていう、そういう話ではなくて、国防権限法っていうものの中に盛り込まれていたということです。はい。では、続いてですね、新たなホワイトハウスからのメモということで、この内容はですね、すでにも及川幸久さんの動画でも話されてますし、原野タイムスさんもお話しされてましたので、詳しくはそちらをご覧いただくといいかなというふうに思います。とりあえず僕は概略だけお伝えします。12月22日付、昨日作られた、作戦名ペンスカードという、メモ書きですね。12月23日、本日です。本日の、作戦になるんですが、ペンス副大統領が不正のあった州の選挙人投票結果を受け付けないというところからスタートするようです。で、なんかこれ受け付けてはいけないぐらいの勢いのこと書かれてますね。で、これは合法だそうです。はい。で、これをもとに、まずはペンス副大統領が、州務長官、そして地方裁判所の判事に、我々はこれを受け付けませんっていうことを伝達するようです。で、その伝達するための手紙のひな形もここにあります。はい。で、求める内容は一つ。議会で選挙人投票先を決めるようにと。いうことですね。これそのトラさん陣営の弁護団がもう常日頃からずっと言い続けていることになるんですが、まあそれを強制的にでもさせることのできる、いわゆる法的権限を見つけたということですね。で、拒否する理由としてその手紙の中にも織り込まれているのはざっくり分けて3つ、選挙に不正があった、外国勢力の介入があった、選挙プロセスの操作があったということですね。で、これら3つを、証明する証拠も同時に添付してありますっていう風に、この手紙の中、ひげな方の中にはありますので、特に僕、おおと思ったのはこの外国勢力の介入ですよね。これを本当にその証拠として提示できるぐらいまで、まとめられたものがもう手元にあるんだということですね。はい。ということで、これをもとに、もしかしたら今、懸案になっている6州ですよね。そこで動きがあるかなという風に思います。はい。まだまだ目が離せないですね。もうクリスマスはゆっくりできるかなってふうに思ったんですが、まだまだ動きそうですね。はい。で、あとですね、この話はちょっとずれるかもしれませんが、アリゾナ州が今熱い感じですね。二つ今大きな話が出てて、一つはジュリアーニさんがテレビでお話ししてた内容になるんですが、アリゾナ州議会が動くというふうにおっしゃっているようなんですね。まだ可能性があるっていう話なので、確実ではないんですが、まあ期待を持てるような話ですね。多分これの、を受けてアリゾナ州議会が動くっていう話なのかもしれません。その辺なんかもしかしたらね、今水面から動いてるのかもしれませんね。はい。で、あともう一つはですね、アリゾナ州の議会がもう一回検査機器の機器の検査にですね、動くというような話が今日上がりました。まだ決定ではなくて今現在検討中ということなんですが、早ければ本日中にでも、議会なんて言ったっけな、主衛官って言えばいいのかな、なんか議会の保安等を担当している人たちを使って召喚状を多分強制的に使うみたいな意味だと思うんですが、結構物々しい話です。まあ多分ざっくり言って強制的に検査機器の検査をするみたいな話になってるっぽいですね。ただまだ検討中なので、決定ではないです。まあ、このあたり決定して実施された後か話が出てきたらまた皆さんとね、情報を共有したいと思いますのでお願いします。はい。で、続いて、D 機器ですね。D から始まる機器、投票機器がついに提訴をしました。12月22日付で提訴をしています。で、被告はね、これね、団体名の中にコンマがあったりとかしてて、もうややこしかったんですが、多分13です。13の団体と個人が被告になっています。
主だったところ行きますと、トラさん陣営、あのトラさんが指名されてるんじゃなくて、トラさんの選挙を運営している陣、委員会って言えばいいかな、とか、P さん、ジュリアーニさん、ゲートメンファンディット、ONN、ニューズマックスなど、個人名からまた、団体まで幅広く、提訴がされています。でもうすでに例えばニューズマックスなんかもね、あの今までその D 機器であるとか S から始まるソフトウェア会社ですよね、そのあたりに関する話は報道してきたけど、あれは我々の見解ではなくて、そこに登場した方が独自にお話をした内容であって、我々の見解ではありませんよっていうようなことを声明として出されています。まあ、これはこの提訴に先駆けてですよね、念のためで出しているものかなっていうふうに思いますので、まあ、その辺はまあ気にする必要はないかなっていうふうに思ってます。はい。で、内容をざっくりまとめるとですね、まずコロラド州連邦地方裁判所に提訴がされています。で、陪審員制度の要求をしています。で、さらにですね、求めている内容としては発言の撤回を求める裁判であるということですね。はい。まあ、なんで民事裁判っていう形になっているのかなというふうに思います。はい。まだ訴状ね、中身よく全く読んでなくて、その最後の結論部分だけ読んだだけなので、面白い内容が入ってるかどうかはわかりません。また何か、興味深い内容ですね、があったら皆さんと共有していきたいと思います。はい。で、最後、ホワイトハウスの発表、2016年度の選挙捜査に関してですね、そのあたりの、発表に関してのお話と、あと今後の展望ですね、そこをお話ししておきたいと思います。はい。まずこれ12月18日に作成された、まあ、メモ書きって言えばいいかなです。まあ、いや12月18日といえば例の会議ですよね。いろいろと暴露がされているあの会議の時におそらく作られたものかなというふうに思います。ざっくり2つです。1つ目は機密情報に関しての権限を司法長官に付与するというものです。2016年の選挙に関する捜査の機密情報へのアクセス権限を付与するというもの、そして捜査情報の機密レベルを決定する権限を付与するということです。例えばその機密情報といっても、その機密レベルも、まあ、日本語で言うと上中下みたいな感じで、それをもう省庁間に選べる。で、場合によってはそれを変更することも可能だと。で、機密情報なんだけども、機密情報じゃなくするっていう風にする、権限も持つということです。このあたり大統領令でできるんだ、へーっていう風に思いましたが、なんか法的根拠はあるっていう風に書かれてたので、まあできるんだと思います。はい。で、あとは特別顧問が、大陪審やその他手続きで必要とした場合に、機密情報を使用する権限を付与するというものですね。で、大陪審っていうのはですね、日本でいうところの裁判員裁判に近いかなというふうに思います。証人を呼んで提示された証拠をもとに起訴状を出すかどうか判断する裁判制度だそうです。はい。で、この時にその機密情報、要は一般人に見せて大丈夫なのっていう話になるかと思いますが、その機密情報を扱う部局がですね、見解を発表していまして、そこに関しては問題がないということだそうです。もちろんその黒塗りとかは多少はつくかもしれないけど、その後だったら、一般人が見ても一応問題がないレベルにするということだそうです。はい。で、ちなみになんですが、この特別顧問、僕前の動画までで特別弁護士っていう風に和訳をしてお話をしてたんですけど、なんか一応日本語の、ニュースで確認してみたら、特別顧問が正しいっぽいですね。ちょっとこの辺はまあ日本語の感覚なのでよくわかんないんですが、日本語じゃ英語の感覚なので、これはネイティブじゃないと判断難しいかなっていうふうに思うんですが、とりあえずなんか、そもそも特別検察官っていうものはもう制度上廃止されているようですね。僕それ知らなくてびっくりしたんですが、特別検察官はまずそもそも裁判所によって任命されるもので、で、その任命するための法案自体がもうすでに、廃止されていると。で、今現在はその特別顧問っていうもので統一されているっぽいんですね。これ一応その日本語の記事で出てきたやつそのまま読んだだけなので、正しいかどうかごめんなさい、わかんないです。はい。ただ、まあそんな感じらしいですよ。一応そういうふうに専門家っぽい人が分析してたので、あ、そうなのかなっていうふうに思いました。はい。で、この特別顧問っていうのは、その権限のレベルがですね、まちまちなんですね。その司法長官がここまでの権限を与えるっていうふうに決められるようなので、本当に司法長官次第だそうです。はい。で、今現在ですね、特別顧問として働いているのはこの人。ダーラムっていう人ですね。ダーラム特別顧問
がいるんですが、この今回出されたホワイトハウスからの発表によって、この人の任期は大統領により延長されない限り結論を出すまで継続するというふうに、この大統領令じゃねえな、メモ書きの中で決定として決められています。あ、これも別に司法長官の権限なくていいんだっていうふうにちょっと思ったんですが、まあ、多分大丈夫っぽいですね。はい、ひとまず今この人がその特別顧問をやっているんですね。この人ですね、コネチカット州の元連邦検察官で、2019年5月23日にバース省長官により特別顧問に任命されています。まあ、これがバース省長官の一つの、功績って言えばいいかな。はい、で、2020年10月9日に捜査権限を拡大してもらっています。最初のこの任命された当初はですね、その、とりあえずも見れる限りの情報をまずは精査するっていうような感じだったっぽいんですね。で、ある程度その、2016年度の選挙に関して行われた捜査ですね、いわゆるロシア疑惑っていうものがどうやらダメだったっていうふうに、ある程度確信が取れたところで、確証が取れたところで、バース省長官により捜査権限が拡大されたということです。はい。で、今現在はおそらく立憲に向けて動いているのかなっていうふうに思うんですが、本当に司法長官によってはその立憲する権利等も与えられるということだそうです。はい。ひとまずですね、今回この、この12月の段階でこれが出されたっていうのは、まあおそらくなんですが、トラさんがその何があってもいいようにですね、2021年1月6日、そして1月20日の時までに、全く状況が動かなくて、もうおじいちゃんが本当に大統領になってしまうっていう一番最悪なケースですね。それになったとしても、この2016年度のこの捜査ですよね。選挙に関する捜査の、捜査をやめさせられないように一応先手を打っておいたのかなというふうに思います。はい。もちろんこれ大統領令とかじゃないっぽいから、もしかしたらそのおじいちゃんによって取り消される可能性もなきにしもあらずかもしれませんが、ちょっとこの辺はね、専門家じゃないと見解がわからないのになんとも言えないんですが、ひとまずね、ここにね、大統領により延長されない限りっていうふうにあったので、まあ、多分取り消しは簡単にはいかないようになるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ひとまずこんな感じで、トラさん一応何でもかんでもその先手を今打ってる状態かなっていうふうに思います。はい。ひとまず本日がですね、ペンスカードのがどのように動くのかっていうのが分かるところかなっていうふうに思うので、そのあたりですね、分かり次第皆さんと共有していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、今回の動画はちょっとまた長くなっちゃいましたね。すいませんね。以上にしたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。